皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第39日です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス2括弧の3乗引く括弧3引く5、こういう問題ですね。ここでマイナス2括弧の3乗というのはマイナス2を3回かけるという意味でしたね。ですからマイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2、そうするとここはマイナス8ですね。そして括弧の中を計算すると3引く5はマイナス2ですから、マイナス8引くマイナス2とこうなりますね。ここを足し算に直しますと、マイナス8足す2ですね、負の項の方が大きいのでマイナスをつけて8引く2をやると6で、マイナス6、これが答えになります。丸2、マイナス3分の2割る7分の4です。この割り算掛け算に直しますね。マイナス3分の2かける4分の7とこうなります。この2と4を約分します。負の数かける正の数なので答えは負の数になって、分母は3が6、分子は1かける7で7、マイナス6分の7、これが答えです。丸3、マイナス2かけるマイナス11分の12かける 0.6 かける0かける112という、こういう計算です。こう見て、あ、分数と小数があるな、で小数を分数に直そうと考える人いるかもしれませんけれど、この問題はそんな必要ありませんね。掛け算の中にこの0が入っていますね。掛け算に0が入っていたら答えは0ですから、計算する必要なくて0となります。括弧2番 ABC の3人でカードゲームをし、3人の得点の合計が0点でした。 A の点が8点で、B は A の点の2倍より5点少ない時、 C の得点を求めましょうと、ね、文章ちょっとね長いように感じますけれど、この文章に書いてある通りに式を作って計算していくと答えは出てきます。まず3人の得点の合計が0点で、 A の点が8点ですね。 A の点は分かっています。そして B は A の点の2倍より5点少ないと書いてあるので、じゃあ次は B の点を出しましょうと。 A の点の2倍より5点少ない、 A は8点ですから 8×2-5 ですね、と 16-5 ということなので11点ですね。そうすると A と B2 人の合計、ね、A たす B は8たす11で19点ですね。ABC ね、A たす B たす C イコール0になるので、この A たす B の部分が19たす C、C ですね、 C が0となるので、この C が、ね、いくつだったら答え0になるか、もちろんマイナス19ですから、 C の点はマイナス19点と、このように、出てくるわけです。括弧3番です。文字式の乗法の表し方に従って書きましょうと。丸1、2分の1かける C かける A かける B ですね。文字式ではかけるという記号は使いませんでした。そして数字が一番前、2分の1、そして文字はアルファベットの順番、ここでは ABC の順番に並びますね。ですから答えは2分の 1ABC こうなります。丸に、 x×-1×y、 文字が最初に来ます。じゃあマイナス1が前に来るんですね。じゃあマイナス1でアルファベットは xy の順番でも1という数字は書かないというのがルールでしたから、マイナス xy、 これが答えということです。丸3番です。括弧 A プラス B 括弧かけるマイナス2、
数字の部分、マイナス2をカッコの前に出して後ろに A プラス B、ね、マイナス2カッコ A プラス B、これが情報の表し方で表した場合です。カッコ4番です。下線部に当てはまる数や言葉を書きましょう。丸1、今から3時間前をマイナス3時間と表すと、今から5時間後と、3時間前がマイナスでしたから、5時間後はその反対でプラスの数になりますね。ですから今から5時間後はプラス5時間、ね、このように表します。カッコ5、次の式を指数を使って表しましょう。こういう問題です。丸1、A×A×8×A ですね。これ文字が入ってですから、入っていますから、文字式のルールで書くんですね。文字と数字ある場合は、数字が前に来ました。8ですね。次は、文字 A が来るんですけれど、A は3回かけていますから、指数を使って A の3乗。8A3 乗というのが丸1の答えになるということです。丸2番、 B×-3×B、 この同じように数字が前に出て -3、 そして B は2回掛け算しているので B の2乗と -3B の2乗、これが答えということです。丸3番、 X×Y×X×X×Y ですね。文字だけです。アルファベット順だと X が前に来ますね。 X は1回2回3回かけているので X の3乗、そして Y は2回かけているので Y の2乗、 X の3乗 Y2 乗というのがこの丸さんの答えになります。丸4です。カッコ A プラス B カッコかけるカッコ A プラス B ですね。 A プラス B というこのカッコの部分2回かけているので、この場合はカッコ A プラス B、 こう書いてこのカッコの外側に2という指数をつけて A プラス B カッコの2乗と、ね、カッコの場合はこんな風に表すわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。